始まりました。しゅうちゃんオートです。本日はですね、飯塚オートレース場でナイターで行われておりますオーバルチャンピオンカップ、こちらが早くも3日目ということでね、今日が勝負の準々決勝でございます。勝負がけの選手もいますし、あとはですね、予選の A という形でね、明日無事故でね、上に上がれそうな人も、多いという形でございます。果たしてどんなね、レースになるか、今日も7レースからやっていきたいと思います。今日も事故なくですね、レースを、進んでいただければと思っています。最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。さあ1本目の7レースですね。これは1番のマッチ、あとはね5番の川口くんと、あと中田圭一郎、1番5番6番、この3者で勝負。さあスタートよ、全集中マッチ頑張って、クイズ。川口さんがちょっと遅れてる。町田武藤、さらには鈴木健吾の順であります。10メートル線からは4番吉松、さらには中田圭一郎が、さあ中田圭一郎そこからどうだ、吉松くん、ああ吉松くんがちょっと邪魔をしている感じになって、ここで内川救えるかどうか。さあ行った、逃げる町田、追い上げる1番手が武藤博美、3番手が鈴木健吾、むーちゃんが早いよ結構。吉松をさばいた中田圭一郎であります。おお、5番手に瞳が上がってまいりました。わ、瞳先生が伸びがいい。中田を見ながら、瞳は中田圭一郎以上の気配があります。残り4周回、さあ勢いは歴然としています。瞳車速は、さあ中田選手、これ瞳選手、ああブロックしながらだけど、これじゃ入られちゃう。一郎のインコースを捉えました。3コーナーから4コーナーで、うわー、5番6番両方消える。これはちょっと派なんだ。残りは3周回、7番の瞳、有り余るスピードでもうハンデゼロに追いついて、さらに外から滑った武藤を外からかわしにかかっています。ここで2番手上がった、うわーこうなると、うわ絶好調の時の瞳さんの動きだこれ。もう勢いもういっちゃうよこれ。残りは2周回終盤戦、体勢を作る瞳、逃げるのは1番の町田、ここで7番の瞳たけしが内側から入るか、入り込んでまいりました。入ってきた、3コーナー、どうやらこれがウィニングショットになったようであります。2番対1、うわー勝負したよ瞳さん、これは早いわ。残り1周ブルーフラッグを通過しています。先頭瞳、2番手は町田、そして武藤博美の後ろが6番中田圭一郎、さらにはさあムーチャの後ろにも入れない。うわー瞳さんお見事だ、これは参りました。3番手は武藤博美、中田、富士山おめでとう。軒並み各選手初日2日目に比べるとタイムを上げた印象があります。さあ8レースですね、ここは長い大好き一択でございます。このレースね、大好きね、いい位置つけられるんじゃないかな、一周でと思って、ここは一択でございます。まずはスタート、準々決勝得意のかましが決まりスタートしました。20メートル3台並び、さあそこから行け、センターから5番の井村、インコースから4番桜木、結果的には20メートル枠なり、さあ永井が素早い動き、滑った井村まで捕まえました。3コーナー、1周3コーナーで5番手に上がりました。逃げたのは室田、タイムは3秒33をマークしていましたが、2番手から和田健吾の足色も結構良さそうであります。先頭室田に追いつく勢いは2番の和田健吾であります。さあ突破争い、内を刺して和田さんに入られた、ここで1番の室田、いやー先頭は外
いやこれ抜けないと思ったんだよ和田さん。和田健吾がレースをリードします。2番手にムロタ、3番手に中野光弘、そして4番手に来た8番の永井大輔、その後ろは4番桜木の、さあイムイムがしっかりこれもついてって大輔に、6番早船、最後方は中尾隆、イムイムまだあるよ。4コーナーを立ち上がりまして、残りは3周回、和田が引っ張っています。2番手はムロタ、そして3番手中野に追いついた永井大輔。さあ残りはあと2周半、そろそろここで動きたい長井、滑った中野を刺しました。3コーナー長井が3番手に上がって、これ室田さんも滑ってる。あと残り2周で最低、残り2周 1000m を切ったところで、ここでさらに番手を上げた長井、先頭は2番の和田健吾、2番手は長井大輔、わー万事休すや、これで和田さん間2着、そして3番中野光弘が上がっています。先頭争いは和田健吾と長井大輔、ここで長井が指していく、残り1周で測ったように長井が先頭に立っています。和田さんにやられた。和田健吾は2番手に交代しました。3番手ただ後ろが来ない全然、イムイムも早船さんもスタートしっかり、もう早船さんがスタート行くと思ったのに、ダメか。大輔おめでとう。さあ9レースですね。ここは2番の青木選手、あとは6番の篠圧、2番6番コロニシャで勝負。さあ篠圧スタートしっかりいってもらって、センターからでドカーンと頼んますせ、青木選手も逃げて逃げて逃げまくって、スタートから来いや、いけー今田選手食っちゃえ。スタート争いでありますが、30戦は綺麗に枠なり、増崎金貝、そして篠原二村早川の並びになっています。先頭は1番の今田を叩いた篠圧来い、北貴弘であります。青木の主導権、2番手に今田慎介、3番手には3番の牧瀬、今田選手後ろ4番の増崎が続いています。競争はこれから2周回で、今田選手ちょっと粘って、ちょっと粘って、今田さん粘って、今田ややついていけない感じになっています。3番手から牧瀬が今田のインコースを狙って3コーナーの突っ込み、グッとバイクを伸ばして、ここで2番手に上がりました。先頭青木を追い上げ、篠圧早速行こう、篠圧行こう、牧瀬よしき残りは4周回、後ろから増崎を刺した6番の篠原がさらに今田慎介の前まで上がっています。さあ追って、思想3秒29、篠圧追ってくれ、頼むぞ。篠原氏が3番手に上がりました。後方7番の二村は6番手から5番手に上がりました。そして早川選手もまだ7番手の位置、青木選手逃げろ、青木選手逃げろ、頑張れ頑張れ、あと3周頑張って粘って、そして篠原の追い足はどうか、僅差で4番増崎陽介4番手、さあ3番手から、さあ篠圧行け、じわじわと県半勢に襲いかかろうとして、早めに牧瀬さんの後ろ行ってプレッシャーかけて、そして頼む、プレッシャーかけて、残りは2周回終盤戦です。青木のペースでありますが、3番の牧瀬がじわじわと接近、さあ仕掛けられる距離感まで行きました。やばい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 、うわー入られちゃったよ。3番の牧瀬が先頭に上がった、そしてじっくり体勢を作ろうとしている篠原氏、3番だからこれ2番手の青木を攻めに行く、うわーもったいねー、篠原が2番手上がった、先頭は牧瀬の頭か、距離がある、先頭は牧瀬、内を締めている、これで篠原が差を詰めるチャンスが生まれました。最終コーナーでございます。いやこれは牧瀬さん行っちゃうよ、先頭牧瀬、2番手篠原、いやここまでいいと思わなかった、やられた、マキさんおめでとう。さあ10レース先生、ここは4番のマサヤ、あとはマサト、4番8番この2車で勝負。浦田さんは切っちゃいました。
3秒前、4番8番まず正也スタートしっかり来い。スタートしました。最終班のスタート争い、行け正也伸びろ。正也とも外からかましてこい。中村もいいスタートを切っています。浦田は7番手から松尾が最高となりました。さあ正也伸びていけ。山脇が序盤から結構半値差以上にリードを作っています。2番手藤川、3番手早めに池山さんをそこでさばいてくれ。正也と行け。正也とも来い。まさいけ。ここで木山の打ち。うわー、入れねんか。3番手は木山、4番手が永田、その後ろ田中志郎、結構前の逃げろーってなっちゃうよ。そうすると浦田が仲間を刺しました。まさやまさやスピードがない、小さいな走るのが。浦田は6番手でかなりガリガリ競り合う状況になりました。さあ先に前を攻めていくのは木山勇気。ここで大きく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 2番手に上がって山浦を、まず山浦脇を追い上げる1番手になりました。残りは3周回、正也。そこについていくのは永田正也。後方からは8番の中村が5番の田村二郎をさばいています。しかしまだ5番手の位置、快調に飛ばしている山脇隆。山脇が俊足の逃げを打っています。2番手木山、3番手さあ正也来い、正也来い、正也来い、上がりまして残りは2周回終盤戦です。うわこれきついな。そして4番の永田雅也が続いております。さあ2番手争い、ここで4番の永田が狙うか。まだ狙えません。そして4番手がうわ行きねえや、逃げる山脇、追い入れ入れ入れ。3番手が永田の体勢だ。残り1周、うわ1周か、これ山脇さん逃げちゃう。が入ってくる。いやいや、木山がかぶされた、かぶせる展開になりました。木山が気持ちで走っています。3番手は永田、そこに中村が追いついてまいりました。最後のコーナーに向かっています。山脇先頭、うわ山脇さん頭だ。そしてうわあやらせて、山脇さんすげえ、おめでとうございます。さあ11レース、ここは3番7番8番3番7番8番ブラトンブイスタートしっかり。山際君もスタート外から阿部ちゃんより先行ってちょんまげ頼ませて来い。さあ高谷そこからチェンジで埋めてこい。山際君行っちゃって、10メートルは山際がいった。1番の大山スタートを残しています。さあ高池好スタート。さらには阿部インコースから5番の岩見、3コーナーでは阿部のインコースを叩き込んでくるが5番の岩見、高谷頑張れ。粘る2番の阿部であります。先頭は大山文俊、2番で山際慎介、山際君問題は青山さん、一発行ってくれ、一発で一発で頼む、一発行ってくれ、一発行ってくれ、頼む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 、高谷頑張れ。そしてグーティンコースからバイクを伸ばして、うわーいけないか、頑張れ山際さん。中段4番手は阿部のインコースを狙って青山さんがいい。ここは3、4コーナー開けさせて4番手に上がっています。残りは3周回、逃げる青山、そして2番手再三打ちを狙っている岩見、ここで岩見さん来た、捕まえました。さらにこの争いをじっくり見ている、わあ青山さん抜けねえのかこれ。3番手に上がろうとしていますが蓋をするのは山際、それでも荒尾さとしがインコースでじっと我慢しています。ここに佐藤高山が絡まれました。高い高い高い、残り2周回、混戦レースを誘発するのは青山文俊、岩見が2番手の位置、荒尾3番手、いやー青山さんすげえ、青山ブロック炸裂じゃ。3コーナー先頭に立っています。岩見が先頭に上がりました。やや膨らんだ1番の青山、打ちをさせてくるのは荒尾さとし、残り1周ブルーブラック、高い声かんこませ高いかませ、青山が受け止めています。さあ先頭争い、荒尾の前輪はかかりましたが、インコースべったり、5番の岩見が先頭だ、岩見が先頭だ、開けてくる、うわ岩見さん頭だ、うわ岩見さん頭だ、
さあ最終12レース、圭一郎が連勝をここでまたね決めて8連勝になるのか。まずここは今日はスタートだよ、大事、スタートが大事。さあ圭一郎全集中スタートで、クイ、うわ遅れた、先立ちした。さあ久保がマークを伸ばしていく。久保が20戦からトップスタートを切りました。鈴木圭一郎は7番手からの競争になりました。1周3コーナー、先頭は1番の藤川龍、2番手には青木がつけています。久保と通るが3番手。さあ池圭一郎頑張れ、そこから上がってこい。今6番手に鈴木圭一郎が上がりました。競争は2周目に入っています。1番の藤川が引っ張っています。2番手に青木、さらには久保。さあ久保さあ頑張れ、に追いつこうかという勢い。3コーナーから4コーナーのカーブで圭一郎猛ダッシュだ、猛ダッシュ、猛ダッシュ、猛ダッシュで先に青木が先頭に上がるか。残りは4周回、集団の有吉を指した鈴木圭一郎、周回ごとに一社一社さばいてきています。さあ先頭争い、春近くいった、前輪勝った青木春しか、ここで藤川を捉えて先頭に。さあ切り返して圭一郎、ここで大木さんをまず抜いて、久保のやや立ち上がり滑った。それでも間を割って2番手上がっています。残りは3周回、鈴木圭一郎、春近粘れ、微妙な情勢であります。先頭を逃げるのは青木春しか、久保は2番手の位置、そして藤川龍3番手、鈴木圭一郎4番手の位置。さあ切り返して、まずは藤川さん、そこでかわして、来た来た来た、ナンバーワンが来た来た来た。残りは2周回終盤戦、青木が逃げる、青木が逃げる。さあプレッシャーかけて、トールが仕掛けの体勢だ。さあどうか、内側を潜り込んで、うわ下まくりだ、先頭に上がりました。下角まくってないけど下まくりだ。さあ圭一郎来た、いやいやいや、行くか。うわ一回待った、これ一回待ってもいけるべ。ガチンコ勝負になりましたが、うわ久保さんが見ちゃった。素晴らしい圭一郎、ここでしっかり来る。さすが、さすが圭一郎、おめでとう。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。素晴らしい、何の先立ちしてで、ね、ドンケツからですよ。そっからね、1コーナーの入りからね、なんとか6番手まで行って、すごい、あの足はすごい。さすが圭一郎、明日ね準決勝どんなレースになっていくのかまた楽しみです。ということで本日のしゅうちゃんとですね、準々決勝の模様やってまいりました。明日準決勝やってまいります。ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして一つ言うのを忘れた、交差が大変、交差がすごいと思います。はい、今日も交差でだいぶやられてると思います。皆さん注意してください。はい、ということで本日も皆様お疲れ様でございました。